マディソン軍はアメリカ合衆国のテネシー州にある軍。2000年国勢調査時の人口は9万1837人で、軍庁所在地はジャクソンである。隣接するチェスター軍とジャクソン大都市統計地域を構成している。選挙で選ばれる軍庁と重地区から選ばれる、計25人の軍員が自治を担う。国勢調査局によると、 この軍の総面積は1447平方キロで、うち1443平方キロが陸地総面積の0.29%に当たる4平方キロが水域となっている。2000年国勢調査の結果をもとに作成した軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査時点で、この軍には9万1837人、3万5552世帯、 24,637家族が暮らしている。人口密度は1平方キロあたり64人で、平方マイルに換算すると165人となる。住居数は38,205件で、1平方キロに平均26件が立っていることになる。住民のうち白人は65.20%、アフリカ系は32.46%。 ネイティブアメリカンは0.16%、アジア系は0.63%、太平洋諸島系は0.01%、その他の人種は0.67%、根血は0.86%、ヒスパニックは1.71%を占める。35,552世帯のうち33.5%は18歳未満の子供と暮らしており、49.8%は、 夫婦で生活している。15.9%は未婚の女性が世帯主であり、30.7%は家族以外の住人と同居している。26.2%が一人未世帯で9.3%を独居老人の世帯が占める。1世帯あたりの平均構成人数は2.49人、家庭の平均構成人数は3.00人である。 住民のうち25.8%が18歳未満の未成年、11.0%が18歳以上24歳以下、29.1%が25歳以上44歳以下、21.7%が45歳以上64歳以下、12.3%が65歳以上となっており、平均年齢は35歳である。 女性100人に対して男性が92.1人いる。一方、18歳以上の女性100人に対しては87.2人いる。一世帯あたりの平均収入は36,982ベイドル。家族ごとでは44,595ベイドルである。男性の平均収入は34,253ベイドル。 女性の平均収入は23,729ベイドルで、労働者でない人々も含めた、住民1人当たりの収入は19389ベイドルとなる。総人口の14.0%、家族の10.8%、18歳未満の子供の18.4%、及び65歳以上の高齢者の11.8%は、 貧困戦以下の収入で生計を立てている。ありがとうございます。